のアナウンサー、実業家。元、九州朝日放送アナウンサー、元、KBC メディア社長。福岡県福岡市出身。早稲田大学文学部を卒業後の1957年にアナウンサーとして九州朝日放送へ入社。情報番組からスポーツ中継まで幅広いジャンルの番組を担当した。スポーツアナウンサーとしては地元の平和台球場を本拠地に使用していた西鉄ライオンズ戦中継の実況で人気を博していた。クラウンの後継球団西武ライオンズの誕生で本拠地が平和台球場から西武ライオンズ球場へ移転した1979年に運動部の記者へ移動したが、1980年4月から KBC ラジオで長谷川博おはよう7のパーソナリティを8年間務めた。編成局制作部ラジオ局長時代の1990年4月に横野秀夫と共に KBC ラジオのワンフォーマットゾーン編成KBC インパックスを発案。1993年3月まで継続した。後に、系列会社の KBC メディア社長を歴任。退任後の1996年から1999年まで、長谷川博おはよう7のパーソナリティを再び務めた。同番組の終了後は、KBC と放送対象地域が重なるクロス、FM で、複数の番組に出演している。当時の松本清二社長の大号令の下で、鳴り物入りの大型構想として、全社の総力を挙げた編成だったが、当初の目論見に反して、聴取率が低迷。RKB ラジオ、FM 福岡に聴取者を奪われる結果となった。山菜ブックス、懐かしラジオ大全 179P より、ありがとうございます。